俺にチョコレート？ああ、バレンタインのか。用事があるって呼び出したのはこれを渡すためだったんだな。断る理由もないし、受け取ってやる。ん？なんだよ。嬉しそうに見える？別にそういうわけじゃ。おい、なんでニヤニヤするんだ？そういうわけじゃないって言ってるだろ。まったく、なんだか妙に顔が熱くなった。少し歩こうと思うんだが、ついでにお前も来るか？とはいえ、あてもなく歩いていてもこの寒さじゃ、そろって風邪をひくだけだな。お前、どこか行きたいところはあるか？行き先くらいお前が好きに選んでいいぞ。ゲームセンターか。これといって得意なゲームはないんだが。自分も同じ？なら初心者同士、スタートラインは一緒だな。おい、お前の画面さっきから逆走のマーク出てないか？気づいてなかったって。ま、お前らしくはあるか。仕切り直し？構わないぞ。また逆走してたら教えてやる。カラオケ。いや、なんでもない。選んでいいって言ったのは俺だからな。行くぞ。途中で DVD を借りたいとか言い出すから何かと思えば。カラオケで DVD 鑑賞ができるんだな。大画面でのアクション映画は見応えがあった。飲み物を取ったら戻るぞ。次は俺が借りたホラー映画を見よう。送るのはここまででいいか？別に礼を言われることじゃない。ついでとはいえ、誘ったのは俺だしな。今日、お前と過ごした時間は悪くなかった。チョコレートもちゃんと味わって食べる。じゃあな。ちゃんと来たな。呼び出しの連絡が果たし状かと思った？そんなに固い文章じゃなかっただろう。ああ、話がそれたな。もうすぐ部活が始まるし、こいつを渡しとく。先月のお返しだ。チョコレートもだが、時間ももらったからな。お前が喜びそうなものを選んだつもりだ。渡したからもう行くぞ。それじゃ。